尾道にやってまいりました。個性派バイクがあるとふわふわの乗り心地。フレームチャンネルへようこそ。自転車技師声優の岡田正隆です。尾道にやってまいりました。はい、そして今日は尾道の自転車屋さんベターバイシクルさんに遊びにやってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介をお願いします。はい、尾道のベターバイシクル店長の馬場と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はですね、もうすごい個性派バイクがあるとお伺いしてやってきたんですけれども、もう目の前にあるこれですね。はい、こちらです。あ、こちらはどういう自転車になるんですか。はい、こちらはですね、当店ベターバイシクルズのオリジナルのカーゴバイクというバイクになります。でっか、はい、もういろいろでかいですね。もう本当に一番目立つのはこのカゴですね。これすごいっすよ、はい、幅ね50センチのカゴでっけなんですよね。これすごいですね、この、はい、何でも入っちゃうし、うんね、お子さんは乗せれないけど、うんうんうん、愛犬は乗せる方、あ、なるほど、ワンちゃん乗せる方非常に多いです。あ、なるほどね、はい、でこの、 あの海沿いを散策するわけです ね、 ですね。あ、それはいい感じ、はい、おしゃれおしゃれです、ね、見た目もすごいおしゃれですけど、なんかこう、はい、変わった形というか、タイヤも全輪と後輪で全然大きさ違いますけど、はい、車輪が小さい方が、はいはい、カゴの位置を低くできますので、うんうん、よりこう重たいものを乗せても安定して走れます。ここで前は20インチ、はい、だけど後ろも20インチだと漕ぐの大変になっちゃうので、後輪は26インチでちょっと走りも楽しめるようにしております。カゴがですね、はい、ハンドルと干渉しておりません、うん、ハンドル切ってもカゴは動かない、なのでハンドルを切った時にフラッとならないので大変です。しても大丈夫だ、大事です。これすごいですよね、はい、あのやっぱ荷物運ぶ前提で作られてるから、そういったところもちゃんとこう考えられてるんですね、はい、この海沿いの街の感じにスチールフレームのこの細身のモデルってすごいかっこよく映えますよね。そうですね、長く使っていただきたいので、はい、一番長持ちするであろうスチールを使っております。ギアがですね、一瞬なさそうなシングルギアっぽい形状なんですけども、そうですね、ピストみたいな感じの、はい、そうですね、違うんですね。これ内装ギアが入ってまして、はい、ちゃんとこうギアチェンジできるんですよね。なるほど。街中でのストップアンドゴーが多い時も、うん、でも止まってる時もギアを軽くできるので、信号待ちで止まってても次の飛び出しを軽く進めるっていう、うん、ね、これ内装変速の強みですよね、はい、止まってても変速できる。見た目もシンプルなんですけど、はい、そのカゴの付け方も含めてすごいユーザーフレンドリーな感じですよね。そうですね、まあ、もう本当に車の代わりに使っていただきたいと思って。車が必要な地域じゃないですか、うん、やっぱこう、そうですね、地方に出てくると、はい、そうするとこの荷物の積載量だったら多少の買い物とかでもサクッといけちゃいますよ。そうですね。でわざわざ車出すのめんどくさいって時に往々にしてあるじゃないですか、うん、そういう時すごく便利ですね、はい、これちなみにこれ自転車の名前ってあるんですか。名前はですね、カーゴバイク。カーゴバイク、もうドストレートな、はい、でかいカーゴだけ。なるほど、そういうこと。そういうこと、ね、はい、カーゴ、物を運ぶバイクで。なるほど、カーゴバイク。わー、気持ちいい。海沿いを走るのもすごい心地いいですね。でっかい、安定感がすごいよ。安定感がすごいです。雪降っておりますけど、そしたらね、尾道ラーメンがすげえいい匂いするわ。ふわふわの乗り心地っていうんですかね。すごいこれホイールベースが広い長いせいか、すごく安定感がありますね、走ってても。でなおかつタイヤがちっちゃいんで結構小回り効くんですよ、見た目より。これ面白いですね、乗り心地いいです。こちらですね、はい、はい、ベターバイシクルさんのカーゴバイク、はい、これやっぱこういうところにも荷物乗っけられるような。そうですね、僕の場合はこれでキャンプにも行ったりしてるので。あ、キャンプ、キャンプライドこれで行くときに、まあ、ここナルゲンのボトルを入れたりですね、するので、はい、はい、これはおしゃれですね。ベターバイシクルズさんは店内もすごいおしゃれなんですよね。最近あの島並みも、ね、世界的にも注目されておしゃれなサイクリスト増えてますけど、はい、まあ、このロードバイクみたいにこうカリカリ走るタイプだけじゃなくて、こんな風に街に合 う、 そ、 う、ね、そんな自転車をたくさん取り扱っておりますので、はい、よかったらね、皆さん島並み街道遊びに来た時はぜひベターバイシクルズさん遊びに来てはいかがでしょうか。よろしくお願いします。何か一言言いたいこととかお伝えしたいことってありますか。島並みに来られたら尾道に立ち寄っていただいて、はい、その時はぜひうちのベターバイシクルズ、略してベタバイっていうんですけど、はい、にお立ち寄りいただければと思います。お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。ベタバイさんは YouTube もやられてるんですか。やっております。あ、こちらも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ベタバイチャンネルでやっておりますので、よろ
ろしくお願いします。さあ、それではこの動画を見てですね、しまなみ海道を走りたいなって思った方はグッドボタン、そしてベタバイさん遊びに行きたいなって思った方もグッドボタン、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。ありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめはこちら、僕のおすすめはこちら。あ、ソーセージもいいっすね。